パに行かれる途中に寄ったんですよ。あ、そうなんですね。第一次大戦のなんか戦績かなんかの途中で。そうか、大正天皇の時やから東宮。そうですね、っていう東宮で、この絵が乗ってた船がこの香取って船で、その艦長が、はい、この右から2人目だから、これか神田健馬さんって沖縄の人なんですか。ああ、そうなんですね。今埋め立てちゃってますけど、ここはもう全部海で、あ、ここが湾だったんですよ。あ、湾だったんです。へー、初めて惹かれた石。子供が最前列です。そうですね。この頃その東宮殿下、はい、ではなくて皇太子殿下ではなかったんですか。あ、いやいや、皇太子でもあるし、東宮って。なるほどなるほど。さっきの日がここの川の、あ、なるほど。でここ全部埋め立てなんですよ、この、あ、そうなんだ。これが全部埋め立てで、昔は湾になってて、へー、あ、役所だ、役所になって、その次、JA になって、うん、でこの100周年を迎えるっていうんで、この駅舎を復元して資料館にしようって。今日は最後の最終日です。ちょっといろいろ回りたいと思います。そう、沖縄でこれやろうと思ったよ。ああ、いやでも全然もう、なんかいいな、まあ、なんか線路、この道が、この道線路やったんや。この道は線路だったそうです。これ当時のままですか。何層かに分かれてるって言ってて、うん、要は中心とこの鉄筋はできた時のもの、うん、で戦後復興して市役所建てた時のもの、JA、うん、になった時のもの、めっちゃまあ層になってる。出ました。へえ。中心のこのゴツゴツしたちょっと質の悪そうなやつはやっぱり昔の全然デザインや、昔の人の思いが詰まってるね。思いが詰まってる。触れとこ。これ全部がもう、これはこれ落鉄が溶けたんちゃう。もうじゃあ全部演奏で焼けてしまって新しくしたんですよね。まあ、その部分で立たれた。そうで、そこが、ね、そこだね。沖縄の公園はなんかすごいかっこいいですね。なんかもうあれ遊園地みたいになって、ね、写真撮ってもらいますわ。ソーキそば食べに行きました。やっぱりですね、沖縄に来たらソーキそばは絶対食べなあかんということで、ソーキそばをまず食べて腹ごしらえをしていきたいと思います。軟骨ソーキと三枚肉になります。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。すごいぞこれは。どうぞどうぞ。ありがとうございます。うわ、こんな初めて見ましたよ。こっちも初めて食べました。すごい美味しそう。最後は軟骨そばにしてトッピングをしました。昆布が上に乗ってるんですね。そうですね。うわ美味しそう。この麺が美味しいですよね。うどんでもない、そばでもない。いただきます。めっちゃ美味しい。全然こってりじゃない。ってぐらい美味しい昆布。
はい、美味しい。美味しいでしょ。それはこってりですか。こってり飲んでみます。あー、そうなんです。あー、そうです。これがとても辛いやつ。食べてほしい。今あの見てないな。ごちそうさまだけしとくわ。最近箸の持ち方も怒られてるから。ごちそうさまでした。超美味しかったです。最高。沖縄心が清らかに、心が清らかに。本当だぞ。護国神社のお守りがありました。シーサー通りで美味しいわけです。昭和60年って。あー、眩しい。いきなり眩しい。美味しかった。めっちゃ美味しかったです。あっさり系でした。マイクの一番好みの味でした。こってりにしたけど。ここはすごい人気店だそうです。今からちょっとまた違うところに回りたいと思います。じゃあレッツゴー。眩しい。うわめっちゃ綺麗ですね。カニ探しに行かないと。海に来ました。こんな感じ。綺麗ですな。蝶々がいっぱい。トンボトンボトンボさん。すごいサンゴ。全部サンゴですね。サンゴサンゴ。うわ綺麗。菊の御紋みたいなサンゴがあります。綺麗。シュノーケリング楽しそうですね。ここにもいっぱいいてますね。あ、ほらほらほら、中にいてますね。いっぱいいてますよ。ここすみかです。すみか。ほら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 、なんかいっぱいおる。めっちゃ綺麗。もし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 よー。キロのでっかい魚見っけ。え、潜っていった。もう貝がいっぱいなってる。びっしり黒いの全部貝。ここ完全に人魚の水です。なんとか人手です。触れると思う。多分引っこ抜けれると思う。引っこ抜いてみて。なんとか人手、なんかあるけど動画で見てん。鬼人手、タコ人でやったかな。なんかそんな人でなんですよ。人でも聞きたいです。あ、ほな。トゲトゲが。あ、なんかね、ひにょっとしてるんですよ。ほんで、くにょくにょってタコみたいに動くやつです。でも怖いから。うわぁ。恐ろしいぐらい綺麗や。家になんか入り込んでるわ。なんかドラクエみたいな。なんか伊勢海老の赤ちゃんみたいなのあった。カニがおる。めっちゃおる。カニ、カニ、カニだらけ。わかる。それアイクも見たやつ。これほら絶対あれですよね。子供、子供ですよ。伊勢海老の、伊勢海老の子供ですよ。そうとしか考えられこの色合い。え、これ貝ですか。閉じる。え、これですか。なんかムヒムヒ動いてますね。社交貝みたいな。
たほんまや。かい。はいです。かいや。社交外ですねこれは。ふにゃふにゃふにゃって。しゃいできたしゃいできた。もう一回続けますよ。やる？山本さん続いてみ。どこ？あ、ほんまや。あ、ほんまや。あ、すげえ。先ピューピュー。完璧締まり。完璧締まりです。ありがとうございました。閉店から。はい、ズラが落ちています。完全にズラです。ココナッツという研究もありますが、これは完全にズラです。ほきんきょ。でか。流体の学校はこの2つの学校でして、うん、稲師範学校女子部、師範学校は先生になるためのあれですね、まあ、今の学芸大学みたいな、最初この名義の塔を建てて名前をここに刻んで、巻き木、ハイビーキーハイビーハイビーガス、じゃあ真正面つぼやのシーサーだよん、ツーショット撮っとくよん、イエイエイエイ、シーサー。今から土、あれですわ、前にも言ったんだけど、茶碗とか売ってるところにまた来ました。ここのファンなんです私、だから何か買っていくかなと思って、まあ、沖縄といったらやっぱりその土なんとか、土のあのなんかそのドキドキなんて言うんですか、なんですか、なんか壺屋ということなんでね、やっぱりそこら辺はやっぱりそのやっぱ文化に触れていかないといけないな、日本文化ですよね、うん、沖縄文化っていうのはしっかり皆さんにお届けしたいなと思いますので、はい、海の声が聞きたくて、母の声に耳すませなあ、はあ、なあ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 、全部数全部違うね。はい、ということでね、はい、今からちょっと
散歩行ってきたいと思います。まあそういう時もありますわ。前回来た時めっちゃ暑かったですもんね。そうそうそう、真夏。あ、ここであれ変顔してたやんき。そうです、そうです。通らし通りすがり審査してました。ちちってところかな。私たちが求めていたところはちっていうところです。ここです、ここのと。この花が咲き風を呼び嵐が来たのデイゴだそうです。宇治の森であなたと出会い、宇治の下で地ちょっとデイゴのはずです。おお、この形もそうだね。綺麗な、綺麗。先ほどの店ではなくこちらの店でした。私たちが、求めていた、お店イヤチとムーン、入ってみたいと思います。おそらく撮影はできひんと思うから。はい、ガラスのコップ買いました。来た来た来た、沖縄の猫って懐いてるやん。こっち来るん、かわいい。危ないで、道路行ったら、道路行って危ないよ。めっちゃかわいいじゃん。わーわーわー、アイデの大好きな、アイデの大好きな商店街。ちょっとここで買い物したいなと思います。ニアワンくね、ニアワン、かわいいじゃん。でマスカラって言うんだけど潰してしまいました。3秒で潰した、潰れてなんかカバンの中でこんなことになってた。もう最悪。久しぶりの朝に当たりしますわ。ねえビッグサイズ乗り物乗らなかった。乗れなかった、人もいたんじゃないですか。でこっ、そうですね。いただきます。おー、あ、開けて やるタイプ。全部入れた方がいいってことですよね。あ、トマトも入れたろうか。全部入れた方がいいやろ、それは。やらこちゃ、やらこちゃ。ほら。日曜日だけの幸せとか言って食べてますね。いただきます。潰して。小山さんから教えてもらった食べ方です。いただきます。めっちゃ美味しい。考えられへんぐらい美味しい。
美味しかったです。ごちそうさまでした。室内やのにグラサンをしてるのはなんででしょう。そう、買ったから。もったいないからつけとこうと思って。でも見えへんから、やっぱりかけないとこ。今からちょっとお土産屋さんを見て、飛行機に乗りたいと思います。本日は沖縄の旅いかがだったでしょうか。よかったら皆さんコメントしてくださいね。あとチャンネル登録もお願いします。じゃあまたね。バイバイ。あわよ。